肉まんです。今回はコストコ購入品紹介開封編後編です。前編をご覧になってない方はぜひ前編もご覧ください。それでは後編スタート。まずはじめに長崎五島列島島すり身アジ、アゴ各 300g 入り、お値段が1280円でした。1袋あたり640円です。賞味期限は加工日含めて3日間ありました。こちらの商品新商品です。島すり身アゴは毎年売られててすごく人気商品です。この時期になると出てくるんですかね。前はアゴ 500g で980円でした。で、島王のホームページに行ってみるとすり身の一覧が出てきます。このシリーズではコストコではアゴ、そして今回新商品となったアジ、イワシ、エソ、アジ野菜入り、こんな種類もあるみたいです。おすすめと書かれてるのはアゴとエソですね。エソっていうお魚食べたことないです。今回はアゴとアジですね。アゴはこんな感じで、うわ美味しそう。 100g で216円で売られてます。で、下に行ってみると商品についてと書かれてます。すり身から出る美味しいアゴ、かっこトビウオの出汁があふれ、いつものお吸い物が島王のすり身アゴを使うことにより格別の美味しさに変わりますと書かれてます。おすすめはズバリお吸い物みたいですね。うわ美味しそう。こんな感じで作られてるみたいですね。すごい。あ、そうそう、この揚げ物にするのが私は好きです。ちょっとお魚苦手なのでお吸い物とかだとちょっと魚臭さが残った気がします。で、そして今度はアジですね。アジも見ていきましょう。こちらも 100g 216円。商品について、すり身から出るお出汁が味噌汁の美味しさを高めます。プリンプリン食感のすり身は噛むほどに美味しさが引き立ちますと書かれてます。お吸い物系が多いですね。でも今度は味噌汁に合うみたいです。で、下は一緒ですね。公式ホームページには冷凍バージョンも売られてました。多分これは冷凍できてコストコで解凍して出してるのかもしれないですね。開けていきましょう。袋込みですが 300g 以上あります。後ろにも原材料書かれてますね。そしてパックの開け方も親切に書かれてます。逆向き、こんな感じで袋を開けて包丁で切って調理してくださいと書かれてます。こんな感じで揚げてきました。右側がアジ、左側がアゴです。枝豆と豆腐を追加しました。ふわふわに仕上がってると思います。じゃあまずはアジから。美味しそう。いただきます。美味しい。生臭さも一切なく、豆腐を入れたのですごくふわふわに仕上がってます。お魚苦手なんですけど、これならいくらでもいけちゃう。じゃあ次はアゴ。アゴも美味しい。今回食べたアゴの方がすごく甘いです。
そしてアジの方はすり身から出るお出汁がすごく効いてて、下味に醤油入れても良さそう。こんな感じで今回2種類食べてみたんですけど、やはり美味しいですね。すり身だけ贅沢に食べるのも良さそうです。期間限定商品なので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。美味しかった、リピートあり。今回は枝豆にしたんですけど、人参、玉ねぎ、ごぼう、ひじき、いろいろなものでできそうです。続いてソワニヨンフレッシュシェーブルプレーン 125g×2 個入り、お値段が858円でした。1個あたり429円です。賞味期限は買った日から2ヶ月間ぐらいありました。シェーブルチーズについて調べてみました。シェーブルというのはフランス語でヤギのこと、文字通りヤギの乳で作られたチーズで、牛乳で作るチーズより歴史は古いと言われています。組織は柔らかく、ヤギ特有の強い個性のある風味ですが、病みつきになる人も多いみたいです。このタイプのチーズの特徴は、作りたてから完熟するまでどの状態でもその時々の美味しさが楽しめること。シェーブルには黒い炭のついたもの、そのまま熟成させたもの、白カビを表面に植え付けたものがあるみたいです。いろいろな種類があるみたいですね。前にヤギのチーズを食べた時は、ホロホロと形が崩れやすいチーズだった気がしました。あまり癖がなければいいなと思ってます。こんな感じで2つともカラーインジ、食べやすいサイズ感でとてもいいですね。シェアもしやすいです。このチーズは切ってこのまま食べてもよし、サラダにのせたりいろいろアレンジもできるみたいです。そのまま切ってオリーブオイルでも十分美味しいみたいなので、ちょっと食べたいなと思います。ちょっとばかし味見いただきます。うん、味は酸味があり、後味にちょっと独特な臭さを感じます。ただ口当たりはクリーミーで、クリームチーズのようです。こんな感じで完成です。ドライトマトにチーズ、そしてサラダにのせてみました。いただきます。うん、美味しい。トマトの濃厚な甘さ、味にチーズがマッチしてます。うん、サラダも美味しい。そのまま食べるとちょっと癖があったんですけど、アレンジしてみると全然嫌な部分が感じず、クリーミーなチーズとして味わえます。すごく美味しかったです。リピートあり。いつものサラダがチーズ乗せるだけでグレードアップします。シーザーとも合う。続いてイギリス産ウォーカーズスコティッシュビスケットアソート 900g 入り、お値段が1298円でした。賞味期限は買った日から8ヶ月間ぐらいありました。コストコにはいろいろなウォーカーズの種類が売られてますよね。プレミアムショートブレッド、チョコレートクッキー、チョコレートインダルジェンスクッキー、この商品はまだ置いてありました。今回アソートセットということで6種類入ってるみたいです。この右側に描かれてるものが入ってますね。54枚のクッキーが入ってるみたいです。左上がジンジャークッキー、チョコチップ、ショートブレッド、クランベリークッキー、バターショートブレッド、ベルギアンチョコレートチャンククッキー、ホワイトチョコ&ラズベリークッキー、この6種類が入ってるみたいです。では開けていきましょう。オープン。
中はこんな感じで入ってました。1種類1種類個包装になってます。そして1パックには9個入ってます。できればミックスされた味で1袋になってたら嬉しかったですね。で今回も気になる商品だけ食べようかなと思います。ジンジャー、クランベリー、ラズベリー、この辺を攻めていきたいなと思います。こんな感じで並べてきました。右からステムジンジャークッキー、オートフレーク&クランベリークッキー、ホワイトチョコレート&ラズベリークッキー。早速ステムジンジャーからいただきます。一個一個もすごく大きくてボリュームあります。いただきます。目はこんな感じです。ステムジンジャーが結構ゴロゴロと入ってて、単体で食べるとちょっと辛さのある味がしてきます。すごい本格的。うん、美味しい。食べる前からもふんわりとジンジャーの香りしてくるんですけど、甘さと辛さのバランスがとてもいいです。そしてクッキーの食感がすっごいサクサクでとても食べやすかったです。ステムジンジャーっていうのを調べてみたら生姜のシロップ漬けみたいです。なので甘くつけられてるので美味しいですね。じゃあ次はオートフレーク&クランベリー、いただきます。断面はこんな感じです。クランベリーもたっぷり入ってるんですけど、オートフレークが入ってるので先ほどのものに比べてはさらにサクサクしてます。うん、これも美味しい。オートミールの素朴な味わいもしっかりしつつ、ところどころにクランベリーのドライフルーツが入ってていいアクセントです。1枚でいろんな味が楽しめます。じゃあ次はホワイトチョコレート&ラズベリークッキー。ちょっと他のものに比べて一回り少し小さめです。断面はこんな感じです。中にはラズベリーがところどころ入ってます。うん、これも美味しい。なんといってもラズベリーの香りがとてもいいです。噛めば噛むほど鼻から抜けていきます。そしてホワイトチョコレートもちょっと入ってるんですけど、そこまで主張はしてないので甘さもちょうどよく私好みに食べられました。こんな感じで今回3種類食べてみました。どれもレベルが高く大人向きなクッキーだなと思いました。今まで食べたクッキーよりもすごく美味しかったです。今回食べた3種類どれも気に入りました。今までもウォーカーズのクッキーって美味しかったんですけど、それ以上に気に入りました。この3種類のフレーバー大好き。ぜひ気になる方買ってみてください。ハマっちゃった。こんな感じで今回コストコ購入品紹介開封編後編でした。最後までご視聴ありがとうございました。買った中でハズレっていう商品はなかったです。どれもすごく美味しくいただけました。チーズも最初はちょっと苦手かなと思ったんですけど、アレンジしてみればすごく美味しく、滑らかなクリームチーズで違和感なく食べられました。多分お酒飲む方とかはすごく好きそうな味です。ワインとか飲めたらいいんですけどね。ちょっと後でワインに挑戦してみようかな。そしてすり身アゴもクッキーも最高でした。気になるものあったらぜひ挑戦してみてください。また次の動画もお楽しみに。